だからまあなんか人の技をパクって、そうだね、自分でネタみたいに仕入れといて、ネタ帳みたいな感じでやっといて、でまあ自分で弾くときにこうやればいいんじゃないかな、出してみてネタを。そうでもコピるしかないよ、何万曲って、何万曲って、何万曲ぐらいコピってるから俺とかはさ。うん、ジャンルとかはねもう問わなかったからさ、最初はパンクやって、ミクスチャーやって、ブルースやって、なんかコミックバンドやって、アニソンバンドやって、でその後にメタルバンドやってとか、うん、全部やったからさ。アーティストで言えば誰とかですか？え？アーティストで言えば誰とかですか？最初はね、あのハイスタとかやったかな、ハイスタンダードとか、 あとね、うん、グリーンデーとかもやった。あとその当時流行ってたのがリンプビスキッズとか流行ってたかな。それはボーカルで歌ってたんだけど、わからない、多分わからないでしょ。わかんないです。その時はね、すごい世界的に流行ってたんだけど、ミクスチャーかな。うん。なんか、リンキンパークの兄貴的存在の人かな。リンキンパークってわかる？あ、名前は。結構、聞いたことあります。うん。まあ、ミクスチャーなのかな。うん。とか、そういうのかな。やってたね。あ、まあ、レッチリもやってたし。レッチリはバリバリやってたし。うん。レッチリとか。そうだね。うん。レッチリのアルバムとか全、あの、アルバム13曲とか14曲あったら、全部1曲ずつコピってた、もう。まあ、今日は1曲目とか言って、今日は2曲目のパラレルユニバース弾けるようになるぞとか言ってね。だから全部大体ベース弾けるよ、俺。だから自分の好きなアルバムだから、あの、苦じゃないじゃん。練習も楽しいし。だから自分の好きなアルバムなんか1枚あったら、今日は1曲目の、あの、これ行くかとか言って。行くかみたいな。次は何行くかって言ったら。これで行くかとか。これ行くかとか。なんかいろいろ、レッチリのフリーさんのやつをパクって弾いてた。うん。これとか弾いたりとか、うん、で1曲ずつこう弾いて完コピしていったかな。うん、で当時はなんか YouTube とかはなかったから、俺が始めた頃 YouTube なかった時だから、なんか参考にするのがなかったから、なんか上手いベーシストの先輩ん家に上がり込ん、なんだろう、潜り込んで、あの、教えてください教えてくださいって言ってこうやってたかな。あとはビデオ買ったりとか、ライブのビデオを何回もこう再生して見てたかな。こうやって手のとこ、フリーの手のとこだけ見て、こうやって、それだけだったらこびれなかったけど。うん、うん、そう。今はね、結構、ね、YouTube でね、誰か教えて、俺とかね、教えてる人がいる。